令和元年5月12日大阪エキスポフラッシュフィールドにて 2019Xリーグ、春トーナメント2回戦になります。広島ホークス対クラブアイランズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。ただいまグラウンド中央では両チームのキャプテン、バイスキャプテン、審判団によりまして試合前のセレモニー、手前側ホワイトのユニフォーム、バックスタンド側になりますチームがクラブアイランズ、奥側カラー、ブルーのユニフォームをつけておりますのが広島ホークスです。共に X リーグディビジョン3ウエストに所属しております。メインスタンドブルーのユニフォームが広島ホークス、バックスタンドホワイトのユニフォームがクラブアイランズです。広島キックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。